さん主催の、配信ライブミジに出演させていただくことが決定しました。ありがとうございます。学生の皆さんの思い出の1ページに残るような楽しい楽しいライブをお届けできたらなと思います。 E プラスからチケットを購入してぜひ見てください。トリでした。12月9日、虹に出演決定しました。さよならの最終回です。よろしくお願いします。産業能力大学アーティストプロモーション講座の学生の皆さんのお力をお借りしてライブすることになりました。まあ、見てる皆様や学生の皆様、作り寄せた皆様がですね、まあ、10年後とかに同窓会とかみんなで集まる機会があったら、あんなことあったなと思えるような一日を、絶対記憶に残る一日を作らせていただきますので、記憶の容量を空けて、遊んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チケットは E プラスにて発売中でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さよならの最終回でした。どうも、大阪ヘトロンです。産業能率大学アーティストプロモーション講座、はい、主催虹お呼びいただいてありがとうございます。ありがとうございます。ほんまに嬉しい。レインボー、レインボー、レインボー。青春がテーマ、はい、青春を届けようみたいな感じなんですけどね、はいはい、僕らにもね、青春の曲があったりとか、はい、虹の曲もあったりするので、はいはい、ちょっとウキウキしながらセットリスト組んでね、はい、面白いこと考えていきましょうね。はい、はい、うん、で、チケットは、チケットはあの、うん、ベッサー E プラスで発売中です。です。会場もね、あの横浜ベイホールでっかいところやるんで、うん、よかったらそういうステージの俺らもぜひ見てください。お願いします。で、俺らとしても今年最後の遠征なんでね、はい、気をつけて安全運転で、はい、頑張ります。行きます。よろしくお願いします、ね。はい、というわけでね、あの当日めちゃくちゃ楽しみにしてますので、はい、皆さんを楽しませるべく、はい、頑張りましょう。はい、ではよろしくお願いします。大阪ヘッドラブでした。ありがとうございました。